ポケダン。プチ復活の種、こんな4つもいらねえよな。2つあればいいよな。うん、2つあればいいよな。だとお金もとりあえず預けておこうか。預ける。全部。うん、使うことないしね。よし。いいや、行こう。預かりボックスあるよ。ああ、OK、行こうか。準備はできた。進みましょう。甘露草原、5階。あそこにあれがあるな。うわぁ。コンピアン。やめてコンピアン。やだ。取るんだ。意地でも。ナイス技。なに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 、混乱？移動や技の方向はむちゃくちゃになってしまうぞ。むちゃくちゃになってしまうっていう表現が面白い。タイプご了承。苦手なタイプにも、あ、これめっちゃいいじゃん。とりあえずこっちでいいか。やばい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 、ボコられてるボコられてる。助けて。ナイス。助けて助けて。やだー、やめてー、やめてくれー、いじめないでくれー、僕は僕をいじめないでくれー。ちょ、頼む頼む。じゃあそっちじゃなくてジグザグマを倒してほしかったんだ。おら、勝てえなこいつ。おら、よし、俺も回復して、あ、半分いったらあれか、 PP とか回復するんだね。全部回復してるもんね。ちょっと待って、いつもやってることやってない。空にこもる、ちゃんとやっていかなきゃ。とりあえず HP も回復しつつ、よいしょ、威圧感。あー、これか。これ結構使えるけど、まあとりあえずはめとこうか。また俺踏んじゃったな。さらにこもっとこう。どこだ。ラピスある。あ、階段あるね。整理が2メーター。急に腹痛治すものかと思ったわ。千里眼か。はい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 。ラピスをはめたリングルを持つとフロア中の道具の場所がわかるぞ。え、めちゃ強くねこれ。え、めちゃ強いじゃん。上書きしていこう。抜群ヒットいらねえや。で、抜群ヒットは、どこ行った？あれ？外れないのあれ。外れないの抜群ヒットって。なんだ？まあいいや、じゃあ。じゃあまあいい。また踏んじゃったな、まあいいや。はい、進んでいこう。甘露草原、6階。あー、すごい！バリバリ見えるようになった。ムクホークだ。ムクホークじゃない、ムクバードだ。ちょ、来て、こっち、もうちょい一歩前、もう一歩前、もう一歩前。倒れちゃったや。よいしょ。あー、寝てるな。寝てるの行きたくないな、わざわざ。あ、また、お前、虫けら。じゃあ、連携やっていこう。よいしょっと。え、強っ。強っ。ガンガン連携、ガシガシ連携してって言うね、多分。お腹すくっつっても3ぐらいしかいらないでしょ。地獄耳。あ、敵ポケモンの位置がわかる。めちゃくちゃ強くないこれ。交換しよう。あ、とりあえず拾っといて、自分何ついてるっけ？千里眼。枝いらないか。枝抜いて、地獄耳をはめておこう。これで敵の位置もわかるし、あれもできると。もう神じゃん。強すぎん？やけど守り。これはいらねえや。投げよう。で、バリバリにして、これを回収すれば、実質次のターンに、また、あれがね、この未来、この先の未来を見据えてちゃんと。ガシガシやっていこう、これ。アワピーピーゼロ。お前、消化激しすぎん？あー、目の前から来てる。予知したかのようにお前前から来たな、お前。あー、そうか。
連携技が出せなくなるのか、これで。じゃ、こうして、自分は葉っぱカッターで、もう一人が、はたくでいいか。とりあえずこれでいいや。おら、買った。いや、買った。買った。連携のご利用し。リンゴはもう食べとこう。よし。階段はあった。なんだ。罠を踏んだポケモンは吹き飛ばされてしまうんだ。吹き飛んだ場所が水や谷の上で自分がいられない場所だとワープされせられてしまうぞ。あーお。あ、壊れるんだ。これはまあ前作とかからもあったからね。うん。甘露草原7階。どこだ階段。あったー。ほ、おまけアップ。リングルを持つと技の追加効果が発生しやすくなる。ほー、たくさん集めると効果アップ。あ、そうなんだ。そんなのもあるんだ。ポイッと、よいしょ。めっちゃ来たんだけど助けて。めっちゃ来た。モンスターハウスくらい来たんだけど。ちょっと待てよ。こういう時は弾を使おう。フラフラ玉だな。これを使っちゃおう。おら、よっと。めちゃくちゃ、うわ、めちゃくちゃとこ、めちゃくちゃやってる、こいつら。まあ、これは普通に葉っぱカッターでいいか。当たんねえのかよ、お前。おー、仲間から吸い取っていく。じゃあ、あいつ厄介だから、とりあえず厄介倒すか。オッケー。まあ、めちゃくちゃ。え？なんか、こいつ寝たんだけど。モンジャラの眠り粉でこいつ寝たんだけど。ちゃんと外してくれるあたりはありがたいわ。もう体当たり連打しとこうか。オッケー。で、まあ、行っちゃおうか。いや、行っちゃおう。甘露草原、8階。うわぁ、ラピスあるぅ。オーマイガー。これも連携でご利用していこう。ほら、なんで当たんねえの？なんで当たんないの？マジでよ。よいしょ。オッケー。ラピスは無視していいかな。あの状態だとね。よいしょっと。罠抜け。まあ、いいや、ほい。あ、これ完成した。連携上手。連携上手って持ってなかったっけ？あれ？つけてるよね。あ、じゃあいいや。ツーマーセルで来るんですけど、なんか大概のポケモン。何なんですか？これ何なんですか？体当たりゴリゴリ長寿さんするよ、俺もいいから。ほら。これ今あれか。こらえる状態だったから1残ってたパターンのやつか。威圧感で技失敗。ナイスー。めっちゃ避けるやん、こいつ。めっちゃ威圧感やるやん。オッケー。よいしょっと。階段ちゃん、階段ちゃん。敵の位置わかるのいいね。うん、あ、こっち来てるわ、みたいなのがわかるもんね。うわ、なんかいる。こっちのいる、こっちの。なるべく避けていこう。ただこの先いるんだよな。状態戻したいな。 OK。 これはなんだ。クラボか。クラボはた、いや、食べとこ、うん、食べとこ。あ、これでもお腹膨れるんだ。へえ、それは知らんかったわ。こっちじゃないな。こっち。あった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 。 OK、 進んでこう。甘露草原、9階。これも多分10階までだよね。ってことは、でもなんかさ、でもポケモン多くない？ねえ、鶴の虫そんな届くのこれ。しかも。はぁ、わや。うわ、エテボース。おー、どうしようどうしようどうしよう。これはもうガシガシ使ってた方がいいな。ガシガシ使ってこう。よいしょー。で、強くない？こいつ。待って待って待って、こいつめっちゃ強いんだけど、こいつ。
じゃこれで倒せる。待って、鬼強いんだけど。は？ふざけんな。マジふざけんな、お前マジでよ。もう切れるぞ。ほら、なんでだよ。おー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 、おめマジか。おめマジか。お前、吹き飛べ。おら、めっちゃ強っ。めっちゃ強っ。100も入ると思わんかったわ。10になっていく。1、1、2、2、2、1。起きた。葉っぱだったらピーピーないんだよな、もう。ほら。あ、ナイス。あーとうとう当たっちゃったか。少し経てば治るの。あ、治るんだこれ。よいしょ。あー、はい。ぽい。よいしょ。おーほほ、地味にさ、ポケモン多すぎてさ、こっち結構しんどいんだけど。よいしょ、オッケー。もう食べとこうか、これは。それ取ってよ。で、あっちいるんだよな。あった、階段。え、なんだこれ。え、なにこれ。え、なにこれ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 。鍵？今は扉開けることができない。なにこれ。え、どういう限定条件がいるのこれ。なんか来たよ。助けてー。枝なんかあるっけ。飛び込みの枝。ナマケの枝。これってどこまで届く？この辺で使ってみていい？あ、届くんだ。やん。いや、PP がないんだよな。PP がないからな。じゃ、連携でなんかご利用して、こうやって倒すしかないと。いや、後ろから来てるよ。あ、あれ？あれ？階段二つ目があるぞ。なんだろう？あれどうやって行くんだろう？まあいいや。え、いいよね。鍵がいるとかなのかな？アイテムちょっと見てきていい？あの、左上のアイテムわかるし。いや、鍵じゃないな、別に。別鍵じゃないか。じゃあ、いっか。ぼちゃま、大丈夫？え、死んじゃいそうなんだけど。大丈夫、ぼちゃま。え？オレン使っとく？食べといて。うん。オッケー。え、頑張って。頑張って、オッケー、ナイス。うわー、マジ、寄り道しんければよかったパターンのやつだな。遠回りしとこう。多分逃げれるはず。オッケー。あれ、何なんだろうな。まあ、なんかまた別のやり方があるんだろうな。まあ、とりあえず今はいいや。行っちゃうわ。なんだ、ここ。あ、スボミいた。迷っちゃったかな。どこに行けば蜂蜜もらえるんだろう。スピスピどこに行く、スピスピ。あー、忙しい。声高っ。あの、私、蜂蜜をもらいに。何？それはもしかして蜂蜜泥棒。あー、忙しい。違う。蜜ハニーの皆さん。あー、忙しい。ハニー。同じ声じゃん。何、ハニー。キャー、世話しない。お前らもさ、大変だな。忙しかったり世話しなかったりさ、もうなんか本当に、もう心中ご察し申し上げます、本当に。ハチミツ泥棒だ、スピスピ。あー、忙しい。怖いよ。この子が、見た感じ、かなり幼そうよ。キャー、世話しない。
見た目に騙されちゃいけねえ、スピスピー。ミツハニーたちだって意外と凶暴だろうが、スピスピー。キャー、何それ、せわしない。もうなんか嫌になってきた。待てー、スボミー、無事だったのね。よかった、私たち助けに来たの。やっぱり仲間がいたな、スピスピー。あー、忙しい。じゃあ、はちみつ泥棒というのは本当犯人、キャーせはしない。違うよ、私た問答無用かよ。言い訳無用だ、スピスピー。あー、忙しい。ただでさえ忙しいのに、あー、忙しい。スボミ、下がってて。泥棒を追い払う、スピスピ。あー、忙しい。待って、ピーピーないんだけど。待って、赤いクジラありがてし、ぜっきありがとうございます、本当に。あったら HP 少ないやつからいきたいな。多分こいつ少ないでしょ。でガシガシ連携やってこう。最大打点叩き込んでこう。いくぜ。ほっほっ、なす。いや、もうガシガシやっていこう。これはもうガシガシいこう。連携でぶっ飛ばせ。ほっほっ、よし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 。やだやだやだ、陰キャ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 全部やめてください。めっちゃ甘い香りすよ。めっ、お腹が減った。お腹が、いや、こういうのは使っていく？使っていく？これ。いや、目の前のスピアとか結構だるいじゃん。こいつがあんまガシガシ動かれると困るし、今一歩先までまだ動かなくていいから、余裕があるためだから、まあ、ここは怠けるの、ポイッとといて。うわー、これはね、こっからだな。こっちから行こう。おら、なんだよ、なんだこいつ。待って。で、こいつ。何やったの俺。なんか俺間違えた？なんか俺変なことしたよね。なんか押しのけたわ。やばいやばい。ほんと死ぬ。ほんと、あ、やっぱマジで死ぬ、マジで死ぬ。ね、マジで死ぬって。やばい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 。これ一つ倒してもらおう。おら、やめてくれ、やめて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 、あ、間違えた。もうやだやだやだ、やめて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 。あ、待って、鬼強マンモスなんだけど、こいつで、こいつから狩るわ。いかん、まずいまずい、こいつはまずい。生かしておいたらまずい。うわ、しかも次のターン守りかよ。だったら、こいつまだ混乱してるから、こっちに行くが。あば、当たんねえな。なんだなんだなんだ、もう何やられてんだ俺。ま、わからん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 。身を守った？守り解除された？これこっち解除されてんのか？こっちは守ってるよな。じゃあこっちに連携技叩き込んでいこう。なんで当たんねえんだよ。あー、まずいまずいまずい。こいつ今何やってる？こいつ何もやってない？何もやってないな。よし、行こう。おら、なんで当たんねえんだよ。やばいって。ねえ、マジでマジで強すぎんこいつ。ねえ、食べてくわ、ちょっと待って、食べてくわ。でも、か、あ、ダメ、まずいまずいまずい、それやばいって、マジそれ。
やばすぎんこいつらマジでな。ねえ、なんだか全然当たらんしさ。切れそう。何やったこいつら。守ってる？あ、間違えた、またやったマジで。あ、死ぬ。あ、さ、あ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 、助けて、助けてください。誰か僕を、僕を誰か僕を救ってくれ。頼むよ、頼むよ。復活を取り合っていくしかない。どうすればいいんだ。待てよ、考えろよ。次のターンこいつは怠けだからこいつがまずいんだろ。こいつでも守ってるもんな。だってもう俺の身ないぜ。振った先にいるポケモンや壁に向かって飛び込むぞ。何言ってんだこれ、意味がわからんわ。意味がわからんわ。振った先の壁ってなんだ。混乱の枝、怠けの枝。これ当たる？でも信じるわ。どっか行けお前。よーしよ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 し、それはでかい、それはでかい。で、こいつ吹き飛ばしに行かなきゃいけないから。なんで当たんねえんだよ。お、よし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 。同族になったからこっちが早いんだ。よーしよ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 し。ちょ、待って。一旦インキャさせて。お。なんか、俺逃げろ一手に出ようとしたら、ポッチャマが倒したわ。ああ、な、やば！やば！え、これ、二個目のボスでしょ、まだ。強すぎ？う、あ、急がす。うぅ、キャ、せわしい。見た感じ、弱そうなのに。かなりやるな。もうこれは早く片付けないと。いや、もう蜂蜜作りじゃないんだよ。別に通りに来たわけじゃないから。もうやめてやめて。こっち疲労困憊だから。もうただでさえお前らの総攻撃でボコボコにされたのによ。忙しいったらいいぞ。もう声も忘れたわ、こいつは。めちゃめちゃ高い声だったってインパクトじゃねえわ。何？誰？誰誰誰誰？おお、ビクイ。うわあ。ビクイ様。ママスピア、ミツハニ、落ち着きなさい。あー、落ち着きのある声ですね、あなた。相手はまだ子供ではないですか。それに、この者たちは泥棒ではありません。ごもっとも、ご名答。いきなりの無礼な振る舞いをどうかお許しください。まあ、まあ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 、仕方ない、仕方ない、仕方ない。まあ、忙しい状態でなんかやってたんだろ。まあ、仕方ない。だから蜂蜜分けて帰れ。ただ今は蜂蜜の収穫の時期です。この時期はとても忙しく、皆気が立ってます。あなたたちは危険なところに立ちてしまった。そこのところもご理解ください。あ、それはまあまあ確かに。仕方ない。僕が来たくて来たわけではないからな。そこのちっちゃいつぼみちゃんが来ちゃったからさ、追っかけて来たらこうなっちまったんだ。あなたは？私はビークイーン。ここ、甘露草原の女王です。おお、わざわざ女王様か。ふえー、女王様？ふふ、女王といっても、蜂蜜作りの皆の作業をまとめているだけです。女王様、私、蜂蜜が欲しくてここに来たんです。やっぱり泥棒？ひえー。待ちなさい。さっきもその流れでこうだったのでしょう。繰り返してどうするのです。お小遣いもちゃんと持ってきました。最近うちのお母さん顔色も悪いし、元気がなくて。そしたら、ここの蜂蜜がすごく栄養があるって聞いたんで、お母さんが食べればきっと元気になってくれるかなって思って。で、それで取りに来たってことか。そうだよね。なんかすごいフラフラだったもんね。なんか気づかぬうちに俺もなんかフラグ回収してたもんね。昨日ってか前回のパートで行って、なんか、大丈夫この人。まあ別に他人の家だし、みたいな感じで出てったけど。そうだったんですか。とても思いやりのあるいい子ですね。ああ、
もらった。お金はいりません。いや、めっちゃいいやつこいつ。あ、めっちゃいい子この子。この子ってか、もう女王様だから、この人ってか、この人なのか、このポケモンなんだろうけど。あ、ほんと、ありがとう。さあ、早くお帰りなさい。お母さん、元気になるといいですね。めちゃめちゃいいマザーじゃん、こいつ。マザーってか女王なんだけど。どうする？ちょっとだけ先行ってみようか。うん。あ、これであれだ。下の、この、あれ、下の画面のやつ。ボスポケモンが多分2体目でクリアってやるでしょ。あと1、2、3、4、5、6、あ、6個か、あと。お説教？大丈夫？よかった。心配したのよ。無事で。ほんとよかった。お母さん、蜂蜜もらってきたよ。いっぱい食べて元気出してね。ありがとう。でもお願いだからこれからは危ないところに行かないでね。うん。ああ、親子愛ですね。いいじゃないですか、本当に。この度は本当にありがとうございました。おかげさまでこの子も無事に。これはほんのお礼です。何？世界一おいっ子、なんだそれ？脳天リング、なんだそれ？なんだそれ？なんだそれ？もうなんだそれしかない。四つのなんだそれが一気に飛び出したわ。この子を心配してくれて、助けてくれて感謝の気持ちいっぱいです。でも、ニヒトもまだ子供なんだし、無茶なことはしないでくださいね。と、思うやん。わい、21歳男性やで。それでは失礼します。ありがとう。マシーさん、ティラミスさん。いいんだよ。いや、子供は可愛いな、やっぱり。うん。本当は無事でよかったね。学校サボることになっちゃったけど、行ってよかったよ。本当、助かったわ、マジで。ティラミスのおかげで倒せたもんな。俺最後逃げの一手に出たからな。すっかり暗くなっちゃったね。あまり薄くなると、この花に怒られそうだし、帰るとするか。ねえ、マシー。何？マシーが人間だって話、私は信じるよ。ありがとう。うん、君だけでいいよ、じゃあ。もう君だけがパートナーだ。うん。え？うん。よし。決めた。マシー、私の友達になれ！ほほ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 ほ。変な笑い方になっちゃったわ。おほほほほっていう気持ちの悪い笑い方になってしまったわ。なれか。なりましょう。え？いきなり？しかもどうして命令口調？ごもっとも。今マシーはみんなから全く信用されてない。ごもっとも。うん、ごもっともだよ、ティラミスちゃん。でもあなたも言っちゃえば、言うてよ。ズバッと言うね。でも、それは、そう。おー、なんかやばいな。変な気持ちの悪い笑い方になってしまうわ。ティラミスと喋ると多分気持ちの悪い喋り方になってしまう。うん、多分これオタク特有なんだろうな。だから、マシーの気持ちはよくわかる。誰からも信じてもらえないなんて寂しいし、逆に信じてくれる相手が一匹でもいればすごく嬉しいよね。だったら信用されてない者同士、まずは私たちが友達になればいいんじゃない？そうよ。そしてそこから一匹ずつ仲間を増やしていけばいいのよ。逆にさ、俺まだ友達じゃなかったの。なんか悲しいんだけど。僕勝手になんか、ティラミスのことを友達だと思って、うわ、なんか恥ずかしいんだけど。そっか、一方的に僕は友達だと思ってたのか。あの星のように、いつかは、たくさんの友達や仲間ができれば、そうよ、それがいい。というわけで、マシー、私と友達になれ。ううん、なって。違うよね。ごめんなさい。友達になってください。いや、もうそこまでなんか、なんだろう、こう、なんか丁寧口調に言われるとちょっとこっちも困るから、うん。友達でいましょうぐらいでいいじゃない。友達っていうことで会ってほしかったわ、僕は。今、ここの場に立つ前に。どうかお願いします。友達になってください。あ、なんで選択肢出すんだよ、お前。嫌だよ、お前。実況者だから言えて押せとか思われそうだけど、俺もう、俺、ティラミスとはちょっと信頼関係しっかり保っていきたいから、友達になるよ。ごめんね。面白い方に行かないからね、俺今。本当に友達になってくれるの？うん。やった！
ありがとう、マシー。今日から私たちは友達だよ。そうだ。確か、あった。何？何これ？マシー、これあげる。スカーフ？あ、なんかあったね、タイトル。チャプター5なんちゃらのスカーフみたいな。スカーフ？うん。二つあるんだ。私、赤ちゃんの時におじいに拾われたんだけど、なんかその時からこのスカーフが私の体に巻かれてあったらしいの。あ、そうなんだ。なので大切にしてたんだけど、友達になってくれたお礼、マシに一つあげるよ。というわけで早速つけてみよう。半ば強引につけさせられる。マシ似合ってるよ。いいじゃん、いいじゃん。ほんと、あー、おそろっちだね。おそろっちじゃん。いいな、俺も女の子とこういうなんかお揃いのアイテムを握りながら生活していきたいな。あー、っていう、ため息が出るわ。お互いかなりいい感じで、ね、とにかく、このスカーフが私たちの、私とマシーの友情の証だー。すっかり遅くなっちゃったね。帰ろう、マシー。あ、明日からまたお迎えに行くからよろしくね。明日から頑張ろうね。もういいじゃん。なんか仲直りできたらよかったんじゃないこれ。えらい月きれい。月じゃねえ。星きれいだな。あら、潜っちゃった。な？勝手に話進んでる。信じられないな。北洋の荒くれ者のとまで呼ばれたやつだぞ。言ってること自体よくわかりませんし。だからこうして暗い海の中、あんたたちに来てもらってるんじゃないか。何の話してんのこいつら。お、そろそろだぞ。何？え、何これ？何これ？岩？なのかな？え？でもヒレみたいなのあるよ。まだ暗いし、もう少し離れて。わかった。集中して照らしてみよう。なんだ。これは、あのホエル王が。ホエル王？え？え？なにこれ？石になってんの？え？なに？急、え？え？なに急に？なに？あれ？あれがいいの？あの、あれ。ごめん。あれ、名前が出てこなくなった。驚きのあまり、名前が出てこなくなったわ。メデューサだそう。メデューサでも海に住んでんの。え、なに？急に深海のメデューサが現れたの？怖っ。怖っ。ああ、まあ、とりあえず、今回はこの辺でいいよね。うん、多分パートを分けてると思うんだけど、多分ってか、まあ、100分けてると思うんだけど、これで2つ目だよね。で、チャプター5で2つ目ってことは、単純計算で5、10、15、あと20まで行くってことこれ。チャプター20まで行くってこと結構長いんだね。おー、まあいいや。とりあえず今回この辺で終わりたいと思います。はい、それじゃあまた次回お会いしましょう。バイバイ。